簡単ハンドメイキングへようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。おかげさまで登録者数1万人を超えることができました。これからも簡単でおしゃれなものの作り方をご紹介していきたいと思っています。よろしくお願いします。毎回試作を 2,3 個作ってみてから、作り方を動画に撮影しています。そのために少し時間がかかっていますが、よろしくお願いいたします。今日はこの簡単なチュニックの作り方をご紹介します。最初に試作しましたのはガーゼで、少し丈を短めにして作ってみました。それから次は少し長めで、レーヨンを使って作ってみました。今日ご紹介するのはこの麻の生地を使ったものです。シングル幅でもダブル幅でも長さ 1.5 メートル用意してください。身ごろに60センチ幅、150センチの長さを1枚。それからお袖用に30センチ幅、42センチの長さを2枚。ポケット用に30センチ幅、15センチを2枚。それからあとは襟の見返しを作る部分です。30センチ幅で26センチ以上用意してください。では始めてみます。身ごろの布を中表にして、まず縦に半分に折ってから、細長くしてから横に半分に折って4分の1に折ります。襟は、肩の方へ9センチ、縦に3センチと8センチのところに印をつけます。印をつけるのはこれだけです。裾が不揃いになっていますので整えておきます。布に対して定規を直角に当てます。前の襟ぐりを切るときに、上の2枚だけを切るように注意してください。
身ごろの方は表を上に向けます、襟の見返しの方は表を裏にして、こちら側に裏を出してください。中表になります。でここは直線縫いでつけてもいいんですけれども、カーブをしている部分なのでジグザグ縫いにすると布の余裕が出て綺麗に折り返すことができるように思いました。直線縫いでも大丈夫です。内側に折り返して折り返した線をアイロンで押さえておくと綺麗だし跡が楽です。でその次は縁を折り込んでみましたが、最初からこの縁をジグザグ縫いしてほつれ止めをしておいて、そのまま折り返さないで縫い付けていくのでも大丈夫だと思います。ほつれやすいかどうか生地によると思います。あともう一つ、折り込むのが大変だったら見返しの方に薄い芯を貼っておけば折り返さずにジグザグ縫いだけで、縫い付けて大丈夫だと思います。でカーブのあるところは少し縫って止めて向きを変えてというふうに、ゆっくりとやっていくと綺麗に仕上がります。最後は返し縫いをしておきます。次に身ごろと袖の、両方合わせるところですね、その部分を別々に端の始末をしておきます。というのは身ごろの場合は下の方でスリットを開けたいので縫い代を一度にジグザグ縫いしてしまうと、それができないので別々にやっておきます。袖に関しても縫い代を両方に開いた方がきれいにつくので、両側をジグザグ縫いしておきます。
身ごろを縫い合わせるときは、さっき切り込みを入れました、袖付けの部分より下ですね、その切り込みの下から裾の方のスリット分15センチを残して両脇を縫い合わせていきます。そしたら縫い代を真ん中で割っておきます。そしてスリットの部分をぐるっと押さえ縫いをしておきます。針を刺してから押さえ金を上げて向きを変えます。裾上げ最初に2センチ折り返してから、その2センチをもう一度半分に折っておきます。1センチ幅で2度折ってるわけですね。アイロンをしっかりかけておくと、待ち針を使わないで、かえって楽にきれいに縫えるように思います。袖も両脇を縫い合わせます。そしてその縫い合わせる時にですね、身ごろの方の袖付けの切り込みを入れた部分、あそこと縫い合わせる部分が同じ長さになるように、印をつけておきます。その印の部分が布の端から印までが縫い代になるわけです。右端の細い部分が縫い代になります。それからポケットもここで仕上げておきます。ポケットは中表にして半分に折って周りをぐるっと縫います。裏表をひっくり返す時のために穴を開けておいてください。
袖とポケットを縫いました。ポケットの角を切り落として表に返した時に角がきれいに出るようにしておきます。ポケットをアイロンで押さえておきます。そして裏返すために開けた穴ですね、ここは本体に縫い付けるときに一緒に縫えますので、穴が開いたまま折り目をしっかりつけておいてください。輪になっている方ですね、それを上にして上から1.5 センチか2センチぐらいのところに、ステッチを入れておきます。ポケット口になります。それから袖の縫い代も割っておきます。本体とつけるときに両方とも縫い代が割ってあると、縫いやすいです。でここで、ポケットの袖口も三つ折り縫い、三つ巻き縫いですかね、しておきます。さっき本体と合わせるために印をつけた方、そこは本体につく方なので反対側が袖口になります。その反対側を、三つ折りにしてください。縫いながら折っていってもいいんですけれども、一応アイロンをかけて印をつけておくと縫うときが楽なので、ちょっとやってみます。一回りぐるっと折ってもう一度折ります。ここはお袖の長さは自由ですので、もっとたくさん折り込んで少し短めの方がいい場合はそうしてください。七分袖ぐらいになります。このやり方だと七分袖になります。はい、袖口が縫えました。それからポケットのポケット口の方に、押さえのミシンができました。では、袖とポケットを本体につけていきます。これがついたら出来上がりです。まず袖は表に出してください。身頃の方は裏が出ています。身頃の中に袖を入れます。袖口が身頃の真ん中の方へ来るように。そして、縫い目が合うように袖の下の脇のところになりますね、そこに来るように合わせてください。脇縫いの線と同じ縫い代になるように縫うといいです。それからお互いの縫い代をしっかり割って縫い留めちゃってから全部続けて縫ってもいいんですけれども、そうすると脇のところがこの生地だと特にごわつくので、縫い代はそのまま折らずに縫い止まりのところから始めて縫い止まりのところでぐるっと終わるようにつけてみました。
そうするとなんか生地が厚くなりすぎて、ごわつきが出ないような気がします。脇の下の仕上がりが、軽い感じになりました。このポイントから縫い始めて、最後の縫い止まりのところですね、脇縫いとぶつかっているところです。そこで縫い止まります。ではポケットをつけたら出来上がりです。ちょうどスリットの終わってるあたりがポケットの下になるといいと思います。この場合は測ってみましたら、ちょうど裾から13センチありました。脇から2センチぐらいのところです。ポケット口のところを両端返し縫いして、ぐるっと縫い付けていきます。使ってる生地が黄色く見えたり緑に見えたりしてしまいましたが、窓際でミシンをかけているときは太陽の光で、黄色く見えています。それからミシンから離れると部屋の中の電気の光に頼っているので、ちょっと色が緑色に見えてしまいました。実際に使っているのは、からし色です。黄色いこの色が本物に近いです。で、底の部分、ポケットの底の部分は、穴が開いている部分がありますので、そこがちゃんと縫えるようにちょっと注意をしてください。出来上がりの丈はだいたい70センチ、幅が57センチぐらいになりました。最後までご覧いただいてありがとうございました。では、またね。